はーい、こんにちは。行けるところまで行きましょうか。やっていきます。すみません、学校に行く途中なんですけど、ちょっと、はい。めっちゃ曇ってます。レモンみかんさん、よろしくです。羽生ファンは、羽生さんの足の、あの回復祈願に、足の神社に例年にないほどの多くの方が参拝されていると来ました。200度参りされているかと。まずが足良くなりますように。そうですね。やっぱ足先にね、良くなんないとね、もう、選手としては、辛いですから。まあ、それが一番ですよね。まずね、まずは、それを直していかないと、ダメだね。ベルボット十文化さん、よろしくお願いします。そうですね。鍵山選手は演技、構成点も高いですが、ジャンプの質がいい。当然、マークするべきだし、姉さんも本気でいかないとやられる相手だと思います。そうですね、鍵山選手は完璧にやって、しかも今後、まあ、ルッツとかループとか難しい4回転もやる実力がありそうな選手ですからね。まあ、北京まではあれ今の内容でいくと思うんですけど、ただ、技術的には姉さんがまだ上なので、鍵山選手は怖がる必要はないと思います。そうですね、姉さんが完璧にやれば、難しいジャンプを持っているし、まあ、多分 PCS も姉さんチェンの方が上出るのでね、まあ、プログラムの好き嫌いはありますけどね。それに一番は姉さんが北京後スケートを離れるのはほぼ確実なんで、後悔しないように自分の力を出して残りの試合を楽しめとも言いますね。そうだね。姉さんチェン引退しちゃうんですね。で、後悔したまま第二の人生には行ってほしくはないので、でも姉さんについているスポンサーの企業はものすごいですよ。これすごいですね、本当。ナイキ、パナソニック、ビザ、トヨタ、エアウェーブかなと、超一流のグローバル企業ばかりです。すごいですね、やっぱり。すごいね。姉さんは人気があんまりないと言われますが、どこまでなんだっけな。こういう超一流の企業がスポンサーについているのは、やっぱりちゃんと見てくれる人がいるんだなと思うと嬉しいですね。世界選手権3連覇などととんでもない成績を出していますから、ちゃんと見てくれる人はいるわけですよ。まあ、陰で応援をしてくれる人は、姉さんのことをね、ちゃんと見てる人は、そういう、スポンサーについたりっていうことかな。いや、それにしてもすごい企業いっぱいついてますね。弥生さん、ありがとうございます。折原由香さんは16歳までシングルでしたが、それからアイスダンスに変わったようです。ゆかぴチャンネルで YouTube もアップしています。お母様が衣装を作ってて、前の衣装を染め直して使っていたりしています。とても楽しい選手です。なるほど、僕は初めてこの選手知りまして、YouTube もされてるということみたいなんですよね。マントマンクレマスさん、よろしくお願いします。ちょっとわからないことがあって、佐藤選手は、フランス杯で PCS がモザレフ選手より上でしたよね。ちゃんと見なかったんですけど、あれは滑走順が原因なのか、単純に PCS 要素は佐藤選手の方が頑張っていたのか、どっちなんでしょうか。すみません、バカな質問で。ということで、結果次第で仕方ないのかもしれませんが、羽生選手を五輪に出さないとなると、正直荒れるのは確実だと思います。ファンには申し訳ないんですが、SNS を見ていると予想がつきます。羽生選手がコメントを残せばまた違うかもしれません。そうですね、羽生君なかなかその SNS やってないですからね。やんない方がいいかもしれないですよね。やっぱアンチとかもいますからね。宇野くんなんかは YouTube やってますけど、
まあ、なんか宇野選手自身が管理しているわけじゃないので、うん、はい、で出場選手が決まったら日本選手全員応援したいと思います。そうですね、応援やっぱり誰になっても応援ですね、うん、で、あの PCS の件なんですけど、これ多分ね、佐藤選手の PCS は絶対的だと思います。絶対的だから、あのなんかだんだんその佐藤くんの PCS、まあ、表プログラムコンポーネンツは、そうですね、まあ上がってきてるし、まあ、あのこの前のフランス大会82点でしたが、その前の大会でも80点超えてて同じくらいなんですよね、うん、なので佐藤選手の PCS が上げすぎとかっていうことはないと思うので、多分モザリョフ選手の点数がちょっと抑え気味だったか、あるいは、まあ、専門家がね、まあ点数を少し、モザリョフ選手の点数を下げたかなっていうこともしたかもしれませんが、まあ、あれが妥当な判断だったかもしれないですね。ただモザリョフ選手がもし後半に滑ってたら、後半グループで滑ってたら、もしかしたら点数上がる可能性もあるので、例えばスケートカナダの時の河辺愛菜選手の得点とか見ると分かりやすくて、河辺選手はあの、フリースケーティングミラクルを演じたんですけど、でもスケカナの時は PCS が60点だったんですよね。あれ違うか、62点か、うん、でもフランス大会、NHK 杯ではあの最後の方に滑って、確か最後から2番目だったかなに滑って65点だったんですよね、うん、はい、なのでそういうことを考えると、そうですね、そういうことを考えると、あと横井選手も今回フランス大会、あ、でもそうか、横井選手はステートアメリカの時も一番最初の滑走になっちゃったのか、あんまり参考になるんだね、うん、だからまあもしかするとその前半に滑ったから後半に滑ったからっていう評価っていうのは全部関係ないとは思えないですね、うん、ただ少なくとも佐藤選手の絶対的な評価、これは上がってきてると思いますよ、うん、だからまあ、モザリョフ選手もすごいなと思うんですけど、美しい所作とかも美しいですね。だからいずれにしても今後注目になってくると思いますね、はい。